何者かが魔術を行使しています。要は最後に一人残ればよいのだ。もし私が悪い人になったら許せませんか？俺が桜を守るよ。いつか冬が過ぎて新しい春になったら二人で桜を見に行こう。殺すためじゃない、救うために行くんだ。それはいつぞやの質問の回答。答えを生み出せる者、その誕生は近い。そこまでよ、さくら。さくらはもう何人も殺してる。私の方が強いわな。